トラベラーチャンネル想定外のハプニングは旅行につきもの。ちょっとしたものであれば、見上げ話で済みますが、入院や通院を伴う怪我、損害賠償を要する事故、カメラや携帯など、傾向品の破損や盗難があれば、旅の楽しさは半減どころかマイナスになってしまいます。 そんな想定外のハプニングのために用意しておくものが国内旅行障害保険。旅先での怪我による入院、手術、通院から、個人賠償責任を伴う事故、手荷物の破損や盗難、航空機の欠航による宿泊費用の保証など様々なシーンで助けになります。詳細は保険のパンフレットやお申し込み書に付随する 重要事項説明書に記載されておりますが、今回はいろいろと複雑で難しい旅行保険について、主要なものをなるべくわかりやすくかいつまんでご説明いたします。なお、今回ご紹介するのはあくまで一例であり、加入する保険のプランによってはご紹介する内容と際や例外もありますのでご注意ください。まず、 国内旅行障害保険が適用されるのは国内旅行中に非保険者が急激かつ偶然な外来の事故により怪我をした場合などに保険金をお支払いしますとなっております。ここで言う国内旅行中というのは国内旅行の目的を持ってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの工程を指します。つまり旅行目的で家を出ていれば 空港へ向かう途中や宿泊先から家までの道中で事故にあっても保険が適用されるということになります。また、障害保険という名目上、怪我のみの対応となっており、病気には対応しておりません。ただし、有毒ガスや有毒物質による急性中毒や細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は怪我とみなされるため、 保障の対象となっております。次は保険金の種類について。死亡保険金。怪我により自己日を含めて規定の日数以内に亡くなった場合に支払われます。規定日数は旅行終了後の期間も含まれます。後遺障害保険金。怪我により自己日を含めて 規定の日数以内に後遺障害が生じた場合に支払われます。保証金額は後遺障害の程度に応じて変わるため定額ではありません。また、死亡保険金と同様に規定日数は旅行終了後の期間も含まれます。入院保険金。怪我により入院した場合に支払われます。手術保険金。 怪我により、所定の手術を受けた場合に支払われます。通院保険金。怪我により、通院した場合に支払われます。ただし、これらの保障は、濃い、または重大な過失があるもの、無知打ち症や腰痛などの怪我となる裏付けがないもの、地震や噴火、津波の影響によるものは、支払いの対象とならないのでご注意ください。 個人賠償責任旅行中の偶然な事故により他人に怪我をさせたり他人のものを壊してしまった場合に支払われますただし故意に発生したもの地震、噴火、津波の影響によるもの一緒に旅行をしている親族に対しては支払いの対象となりません経口品損害旅行中に経口していた身の回りの品に 偶然な事故による損害が発生した場合、傾向品一つにつき、自家額で算定した損害の額、または修理費のいずれか低い額が支払われます。ただし、保証される金額には上限があるのでご注意ください。また、置き忘れや紛失、およびこれらが原因となる盗難、すり傷や塗料の剥がれなど、 機能に支障をきたさない外観のみの損傷も支払いの対象となりません。航空機欠航着陸地変更宿泊費用。登場予定だった航空機の欠航または登場した航空機の着陸地変更により、予定外の宿泊施設に宿泊して費用が発生した場合、1回の航空機欠航着陸地変更につき、 規定の金額が支払われます。なお、国内旅行障害保険の加入は、ご旅行直前でも可能ですが、航空機欠航着陸地変更宿泊費用に関しては、お申し込み日を旅行出発日より規定の日数空けなければいけませんので、ご注意ください。以上、主要な保証内容をご紹介しましたが、保険のプランによっては、これ以外にも保証されるものがございます。 ただ、冒頭にも述べましたが、今回ご紹介した内容は分かりやすくするため、かいつまんだものとなっております。詳細は保険のパンフレットやお申し込み書に付随する重要事項説明書に記載されておりますので、その都度内容をご確認ください。たかが国内旅行と思わず、何かあった時安心して対応できるためにも、保険には必ず加入してご旅行へ出かけましょう。